皆さん、ゆるゆるしてますか？ゆるあま社長の向井ゆきです。本日は私の最近のディオールの購入品を紹介していきたいと思います。今期のディオールさんがすごく大好きで、バッグだったりとかアパレルだったりとかたくさん購入させていただいたんですよね。だいたいね、総額150万円くらい、自分でもあ、そんなにだったんだと思ったんですけど、そのシーズンの柄とかテイストとかでこう自分が好みだなっていうものがあったら、結構そのシーズンはそのブランドさんでオール揃えるとか、そういう買い方を私はしております。では早速たくさんあるので紹介していきたいと思います。じゃん、こちらです。こんな感じで胸のところに着るやつ胸のところに着るやつなんですけど、これはね、数年前からこう流行ってたんですよね。で、どういう風に着るかっていうと、キャミソールの下に着てこのディオールのロゴをこう出して着るとか、あとは結構胸元の空いたお洋服に、まあ、この下に着てちょっとだけチラッと見せるとか、まあ、いろいろな活用法があるんですけど、私もドレスアップの時にあえてこのディオールのこのブラトップを着て、そしてこのロゴを見せるっていうようなファッションコーディネートをやっていました。可愛くないですか。定番でね、今期の柄はオブリークっていう、あのディオールのロゴの柄が多分新作で出たんですけど、オブリークの柄ってめちゃめちゃ生地が伸びなくて露出がすごいみたいな感じになっちゃったんですよね。でもこの黒のブラトップは結構伸びてくれるので、すごく使いやすかったです。特に私はなんかこう胸周りが分厚いんですよね、人よりも。だからこういう伸縮性のあるようなブラトップの方がすごく好きで、これを買いました。やっぱこのね、タグが可愛いですよね。イエーイ。はい、シュー。じゃあ次はですね、何に紹介しようかな。本当に可愛いのいっぱいだからたくさん紹介したいんですけど、じゃあこれにしよう。ディオールのピアスでございます。こういうファインジュエリーっていうのかな、そのちょっとお安いジュエリーも買うんですよね。可愛くないですか。これは今期のデザインかな。で、2021年の多分一発の新作はこのロゴ、ディオールのロゴのところがカラフルだったんですよ。それこそこんなこうスカートのようなこうピンクとかこう黄色とかいろんなストーンがついているものが多分一番の新作だったんですけど、私はその去年出た多分このタイプのものを選んで、カラーものがなくって単純にこうちょっとしたキラキラが光るようなロゴのものを選んだんですけど、まあ、なんでかっていうと、あまりにも個性的なアイテムだったりカラーものだったりとか色があるとお洋服を選んでしまうじゃないですか。でもこの形は私はどちらかというとデイリーにこう頻繁に使いたいジュエリーだなと思ったので、使いやすいデザインを選びました。このね、ディオールっていうのがついてないバージョンもあるんですよ。もう普通にシンプルにパールだけ、まあ、それもあのもう少しこうクラシックでエレガントな印象になるので、そっちを買おうかなって思ってます。はい、じゃあ次。実はこれいつ買ったのかな、1ヶ月前くらいに発売されて買ったんですけど、この動画のためにまだ開けてなかったんですよね。あ、これ後でしょう。やっぱやめた。じゃあ次、アクセサリーシリーズです。じゃーん、こちらのネックレスを買いました。今私がつけているジュエリーもこれも去年のディオールのものなんですけど、 DR? なんだろうこれ、何かロゴが重なってついてるんだけど、これはねチェーンタイプのもので、センターにクリスチャンディオールっていうロゴがついてます。もう今私がつけているのよりかなりメッキ感がある、キラキラ感がすごい。だけどこれもさ、今期のね結構推しで、特にユニセックスでこう使われていることがすごく多くて、男性のモデルさんとかもたくさん使われていて、まあもちろん女性も使えたんですけど、可愛いなと思って、どのルックにもこのネックレス合うなと思って購入しました。これね、意外にファインジュエリーだから、さっきのピアスとネックレスも同じくらいの価格だったような気がする。8万とかで、ファインジュエリーまあ8万って高いじゃんって思われるかもしれないんですけど、スタンダードなゴールドとかダイヤモンドとか使われてるものはもう余裕で30万円以上とか100万円超えましたとかもうザラにあるので、それを考えたらやっぱファインジュエリーって手に取りやすい価格だなっていつも思って感動しております。はい、次です。じゃん、これはもうすでにねコーディネートのとこで紹介させてもらったんですけど、クリスチャンディオールのカンカン帽です。可愛いの。
これだけでも一気に春夏って感じじゃないですか。いつもディオールさんの帽子はチェックしていて、かぶりやすいっていうのとサイズ展開が割と豊富なんですよね。私は髪の毛がぺちゃんこになるのがすごく嫌で、大きめを買うことが多いです。可愛くないですか。これはルックを見た時にもう絶対手に入れたいと思って、で日本ってちょっと遅れて入ってきてると思うんですよね。海外の人たちが被ってるのを見て、あ絶対自分も欲しいと思って店頭に行ったらまだ入荷してませんとか言われたんですよね。でもこれはもう入荷したその日に見つけて、あれがいいって言って、あれくださいって言っても即決で買いました。こういうカンカン本アイテムはもう春夏の必須の一つなので、まあこれはねみんなもおすすめです。はい、次、じゃーん、これはディオールのコレクションラインのお靴でございます。なんか結構個性的なデザインだしフラットなので私に似合うかなと思ってたんですよね。背が小さいしね、なんともコーディネートどうしようと思ったんだけど、履いたらめちゃめちゃ可愛かった。もう履いたらキャー、これは私のだっていう得意の何でも私のためにあると思う説速攻買いました。ディオールさんの靴ってヒールのものでもだいたい12万前後とかで買えるんですけど、これは高かった16とか。まあね、でも高い理由ってちょっとわかるかも。なんかしっかりしてるんだよね。とにかく素材がしっかりしているしデザイン性もあるし、こういうタイプのものってやっぱりね16万とか20万とかしていくんですよね。今撮影してるのが3月の半ばぐらいなんですけど、まだ寒いから履けてないんだけど、まあ、春夏は大活躍させようかなと思っていて、ショートパンツ、スカートとかワンピースとか着て足が出てる時にこのシューズを楽しもうと思ってます。さあ次、じゃあ次はじゃん、これね2021年の最初に買ったバッグかな。それは嘘かも。ディオールの LINE に登録しているんですけど、ディオールの LINE でこうクリスチャン・ディオールの妹の名前のカロっていう名前を付けたバッグが出ました。カロバッグみたいな感じで動画とともに送られてきたんですよ。でこのデザイン見た時にすっごい一目惚れして、めっちゃ可愛いと思って、日本に入ってくるのいつかなと思ったら、まあすぐに入ってきたのですぐに買いに行って、このゴールドっぽいお色と黒と白と入ってきてたんですよね。で全部試してみて黒にしようかなとか思ってたんですけど、なんかねこの何とも言えないこのお色が絶妙だなと思って、他と被らないなって決めました。こんな感じの中身になっております。ポケットが2個ついている。で後ろにはいつものディオールの住所が書いておりますね、本店のね。こういう風に使うこともできるし、もう単純にこう伸ばしちゃって斜め掛けとかするのも可愛いですよね。可愛い、これはもう本当に買ってよかったアイテムです。こう冬のちょっとコートを着てる時に使っても可愛かったし、今みたいにこうシャツスタイルとか薄手の洋服でもすごく可愛かったのでめっちゃ良かった。でさっき紹介しようとしてたものなんだけど、これ問題の品、いやー買ってから2週間ぐらい経つ、やっと開けれるな。これ開けていきます。開封ね、開封するの楽しいよね。実は購入したのはじゃーん、お揃いのお財布でした。このお財布ストーリーっていうのが私にはありまして、欲しいって言い始めたのが去年の10月なので5ヶ月くらい前からお財布欲しい、お財布欲しいってずーっと言ってたんですよ。でもなかなかこう気に入るのがなくって、プラス私バッグとお財布お揃いで買うのが結構好きだったんだけど、自分の買ったバッグに専用のお財布のデザインのものが全然なくって買えてなかったんですよね。でなんかこうエルメスで財布買おうかなとか思った時に、あのディオールの店員さんがちょっと3月に入ったら革小物がたくさんね発売されて、その中ねお財布もありますよっていう情報をね教えてくれたんですよね。でそれがまあ1、2月くらいだったかな、教えてもらったので、じゃあ待っとこうと思って、本当はこの色じゃなくてなんかピンク系のものを買おうかなと思ってたんですけど、やっぱこのバッグと一緒じゃんと思って、わあ待ってたという感動です。しかも私すごいこだわりがあって分厚いの嫌なんですよ。だからといってこうカードがむき出しのもの、ファスナーとかなくてただの1枚テロンとしたものにカード入れるっていうやつは嫌なんですよね。これがまさにドンピシャでした。かわいい、このキルティング
で中はここにポケットがあって1、2、3個あって入れるとこがでまたポケットがある、この手のタイプが一番最高です。待った甲斐がありました。小さな幸せです。はい、次行きましょう。じゃーん、ディオールのこうニットになります。これ星座がね書いてるの、めっちゃ可愛くない？すべて手縫い？よくこれおいくらされたんですかって聞かれるんですけど、割とそんなにしてなくって、このこだわりの中ではしてなくって、24万くらいだったんだけど、めっちゃ可愛い。このサマーニット、サマーニットは、まあ、正直使うシーズンがすごく限られてきちゃうじゃないですか、まあ、そうだな、3月から5月とかまでしか多分着れないと思うんですけど、その間にたくさん着たいなと思って購入しました。もうみんなからもすごい大好評で、めちゃめちゃ可愛かったですってすごい言っていただきました。これに黒のチュールとか合わせて着たんですけど、単純にこうジーンズ合わせてもいいし、私がやりたいルックとしてはちょっとゆったり系のサテン系のパンツと合わせて、もう本当にルーズに着て頭はカンカン帽をかぶるみたいな、こんな感じとか、めっちゃ可愛い。これだけでなんかディオールって感じがするしない？次、最近これまた買ったものです。じゃん、これは見頃の未完成のものではないです。こういうものですよ。どういう風に使うかっていうと、まあ、ノーカラーのシャツとかと合わせて使うんですけど、もうこれも今季のディオールさんが推しているルックの一つです。店内ではノーカラーのシャツにこれを着て、ちょっと長めのシャツに、そして下にまあチュールのスカートとかを合わせてらっしゃったんですけども、短めの丈のシャツでも合うなと思っていて、まあ、襟がついてるので襟付きじゃないシャツがいいですよね。でそういう風に思っていたら、なんかこの間ユニクロでノーカラーのテロンとしたいい感じのシャツ見つけて、もはやユニクロとディオール合わせたら可愛いんじゃないかなっていうひらめきが起きたので、それとも合わせようかなと思っています。で横がリボンになっていて、ここでまあリボン結びをして、そして使うようなスタイルですね。何が美しいかって、この繊細なレースのデザインですよね。なんか結局お値段ってどこに出るのかっていうと、こういう手間暇がかかってるところに出るんですよね。さっきのこの星座のニットトップスとかもそうなんですけど、大量生産できるアイテムだと、まあ、それなりにお値段も下げられると思うんですけど、あまり大量にこう作れないとか、あとは素材とかがこう貴重っていうものはどうしてもお値段が上がってしまうと思うんですよね。だからお値段の高い安いって、ただそれの単価を見るのではなくて、そのクオリティだったりとかこだわりだったりとか、まあ、作られてる製造過程とかそういうのを加味した上で値段が高い安いっていう判断をするのが私は大事だと思っていて、で職人さんがこういう手塩にかけてこういい素材で作ってくださったもの、長く使えるアイテムで20万だったら私は安いんじゃないかなと思いました。では次です。次はじゃーん、こちらのブックトートを最近購入しました。ブックトートとおリボンです。これ自分で巻いたんですよね。リボンのデザインはちょっと分かりづらいかもなんですけど、白に黒のデザインが入ったもので、バッグを買うときにセットに買いました。でバッグはまあ今が3月なので、これから夏に向けてこう爽やかに軽やかに見えるようなものがいいなと思ったので、まあ、このデザインを選んだんですよね。なんかこれをこうビーチではないんですけど、ちょっと自然の中で軽やかにビキニとか着てる状態でこうやって置いてるような写真とかがあって、まあ、めっちゃやりたいと思って、それがなんか私はその映像を見た時に、その映像を自分も体現したいって思うことが多いんですよね。こうビーチに行ってこういう格好したいとか、こうリゾートに行ってこの帽子かぶりたいとか、そういう風にファッションを連想することが多くって、これもそのリュックスな格好に、そしてこうリラックスしたムードの時に持つっていうのがやりたいなって思って買ったんですけど、まあ、実際のところガシガシ仕事に使ってるんですよね。はい。でリボンを選んだのもさっきの理由と一緒で、このバッグが軽やかに見えるように選びました。このディオールのリボンはそうだな、今何本ぐらい持ってんだろうな、5個ぐらい持っていて、でもディオールさんだけじゃなくてエルメスとかルイ・ヴィトンとかでもこのタイプで出てるじゃないですか。そういうの合わせると大体10本15本くらいかな、10本ちょっとくらい持っているので、まあ、それを合わせてこのバッグの印象を変えたりっていう
遊び方をしたりしています。これもおすすめでございます。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。私のディオール購入品をたくさん紹介させていただきました。まあ、今回は何で選んだのかとか、いろんな私のこだわりとか見ているポイントとかも紹介させていただいたんですけれども、少しでもこう皆さんのワクワクとか知識とかにつながったら嬉しいなと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。イラモ社長でした。バイバーイ。